Bad Meets Evil とは、ロイス・ダ・ファイブ・ナインとエミネムによるヒップホップデュオである。コンビ名の Bad Meets Evil は、エミネムのメジャーデビュー作、ザ・スリム・シェリーディ・エルピー収録の2人が共演した同じタイトルの曲にも引用されている。代表曲は、ライターズで、全米で最高4位まで上昇した。ロイス・ダ・ファイブ・ナイン・エミネム1997年。 デトロイトのライブ会場で知り合った二人が、意気投合し、ユニットを組んで、楽曲制作を開始。この時、コンビ名を、バッド・ミー・ツイ・ビルとする。その後、エミネムはドクター・ドレイのレーベル、アフターマス・エンターテインメントと契約し、1999年には、ソロアルバムをリリース。直後に、エミネムは、ロイスをドクター・ドレイに紹介する。すると、 ドレーの1999年発表のアルバム2001にロイスをソングライターとして起用することを決定。このアルバムの22曲目に収録されているザ・メッセージのリリックはロイスが担当している。2000年以降はロイスと D12 件の激しい圧力が原因でお互いに絶縁状態が続いていたが彼らだが D12 のメンバープルーフだけは 彼らの中を修復しようと努めていた。しかし、2006年にプルーフが事件に巻き込まれ射殺されてしまう。その後、その事件をきっかけに次第に二人はよりを戻すようになる。2010年、エミネムが自身のレコードレーベル、CD レコードにロイスが所属するラップグループ、スローターハウスを招き入れることを発表。2011年6月14日、二人のコンビ名、 バット・ミーツイービル名義での初の正式音源、ヘル・ザ・シークルを発表。全米初登場1位を獲得し、現在までに50万枚以上売り上げている。また、世界各国でも初登場で上位を獲得した。ありがとうございます。